学校法人とは公益法人の一つであり、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人。税法上は公益法人等に分類される。所轄庁は文部科学大臣または都道府県知事である。学校法人は設立母体としてはほとんどが民間によるものであるが、中には 以下のように公的な性格を有するものも存在するまた地方自治体が設立した公設民営方式の学校法人も存在するなお私立学校法は学校法人でないものはその名称中に学校法人という文字を用いてはならないと規定するが会社法などと異なり学校法人の名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていない そのため、慶応義塾や上記の放送大学学園のように、学校法人を監さない、学校法人も存在している。学校法人は、財団法人として規定されている。設立には、一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則を定めるものは、定管ではなく、寄付行為となる。一般財団法人は、根拠法が、 民法から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律になった際、基本規則を定めるものが寄付行為から定款に変更されたが、学校法人は寄付行為のままである。なお、一般的な財団法人と異なる点は、理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の幹事を置くこと。なお、理事長は学校法人の役員であり、 学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の役職である。法人運営に広く学校法人の教職員や、卒業生等の意見を取り入れるため理事の2倍を超える、数の評議員で組織する、評議員会が基地機関であることなど、学校の設置者としての特促が設けられていることで、ある。また、一般の事業法人と異なる点は、 解散する場合には、残余財産を他の学校法人等に帰属させること、解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したことなど、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられていることである。私立学校は、学校法人の設置する学校第一条に規定する学校、いわゆる一条校である。 これ以外に構造改革特別区域法の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社及び特定非営利活動法人が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校である。また学校教育法では同法不足第6条で私立の幼稚園は学校法人によって設置されることを要しないと規定し、 学校法人以外の法人または個人による幼稚園の設置を認めており、いわゆるパパ、ママ先生が運営する個人立幼稚園、寺院や教会が運営する宗教法人立幼稚園、保育園を運営しながらも教育を重視した社会福祉法人立幼稚園もある。なお、一つの学校法人が複数の私立学校を設置することも認められている。公益法人である、 学校法人は税制面で優遇され、その収益について基本的に非課税とされる。ただし、教育事業以外の収益事業における収益については、法人税が課税されるが、普通法人の法人税率が25.5%であるのに対して、学校法人は中小企業者や共同組合等と同じく19%となるほか、消費税などを その他の国税及び各種地方税についても様々な減免措置が講じられている。なお、収益事業の例としては、学校教育のリソースを活用した一般対象の教養講座や資格取得講座、研究成果に基づくコンサルティング事業、保有不動産の賃貸借事業、資格試験や発表会等の会場貸しが挙げられる。 準学校法人は、専修学校または、各種学校の設置のみを目的とする法人であり、いわゆる一条校以外の教育施設のみを運営する法人である。準学校法人は、道場第六校の規定により認可を受けて、学校法人となり、また、学校法人が道場第六校の規定により認可を受けて、準学校法人となることができる。なお、 純学校法人という言い方は法律上のものではない。また、純学校法人は名称中に学校法人を使用できるため、学校法人と純学校法人の区別は難しい。銀行振込で使う略称は学。学校法人を表すが全角括弧付き学としてユニコードに含まれている。ありがとうございます。